吉田茂は、日本の外交官、政治家。議会は、11位。君党は第9位。旧姓、竹内。外務大臣、貴族院議員、内閣総理大臣、第一副院大臣、第二副院大臣、農林大臣、衆議院議員、工学館大学総長、二小学者大学社長などを歴任した。談笑する吉田東国宮内閣や篠原、内閣で、 外務大臣を務めた後、内閣総理大臣に就任し、1946年5月22日から1947年5月24日、及び1948年10月15日から1954年12月10日まで、在任した。優れた、政治感覚と強いリーダーシップで、戦後の混乱期にあった日本を盛り立て、戦後日本の礎を築いた。 ふくよかな風貌と、葉巻をこよなく愛したことから、和製チャーチルとも呼ばれた。戦後に、内閣総理大臣を一旦退任した後で、再登板した例は、吉田と安倍晋三の二人のみである。政治活動以外の公的活動としては、廃止された、神宮工学館大学の復興運動に取り組み、新生大学として新たに設置された、工学館大学において総長に就任した。 また、二小学者では、金子健太郎の公認として、学校法人の理事長にあたる社長に就任した。なお、内務官僚を経て、貴族院議員となり、与内内閣の厚生大臣や小磯内閣の軍事大臣を務めた、吉田茂は、同時代の同姓同盟の別人で、当時からよく間違えられた。1878年9月22日、 高知県宿毛出身の自由民権運動の投資で、板垣大輔の副心だった、竹内綱の逸尾として、東京神田する台に生まれる。父親が、反政府陰謀に加わった都がで、長崎で、逮捕されてから間もないことであった。実母の身元は、今でもはっきりしない。竹内の投国後に、東京へ出て、竹内の親友、吉田健造の庇護の下で茂を生んだ。 吉田の実父と養父は、若い武士として1868年の明治維新を、挟む、激動の数十年間に名を成した者たちであった。その養母は、徳川基樹学の誇り高い書産であった。小学時代の吉田1881年8月に、旧福井藩市で、横浜の貿易省、吉田健造の養子となる。ジョンダワーによると、竹内もその家族も、 この余計者の逸おと親しい接触を保っていたようには見えないという。養父、健三が40歳の若さで死去し、11歳の茂は莫大な遺産を相続した。吉田は後にふざけて、吉田財閥などと言っている。少年期は、大磯町西小磯で養母に厳しく育てられ、飛ぶ町立大田学校を卒業後、1889年2月。 公予義塾に入学し、1894年4月に卒業すると、10年余りにわたって様々な学校を渡り歩いた。同年9月から日本中学へ約1年通った後、1895年9月、高等商業学校に席を置くが、商売人は性が合わないと悟り、同年11月に対抗。1896年3月、 生息尋常中学校を卒業し、同年中に、慶応義塾、東京物理学校に入学しているが、いずれも中退。1897年10月に学習院に入学。1901年8月に、旧制学習院高等学科を卒業した。同年9月、当時家族の指定などを外交官に要請するために設けられていた、学習院大学科に入学。 この頃に、ようやく外交官志望が固まったが、大学下閉鎖に伴い1904年同年9月に、無試験で、東京帝国大学法科大学に移り、1906年7月、政治家を卒業、同年9月、外交官及び領事官試験に合格し、外務省に入省する。同期入省者には、主席で合格した、広田光輝のほか、武者の工事公共、 池野隆一、林九次郎、藤井実のらがいた。当時外交官としての花形は欧米勤務だったが、吉田は入省後20年の多くを中国大陸で過ごしている。中国における吉田は積極論者であり、満州における日本の合法権益をめぐっては、しばしば軍部よりも強硬であったとされる。吉田は合法満州権益は実力に訴えてでも、 守るべきだという強い意見の持ち主で、1927年後半には、田中首相や陸軍から止められるほどであった。しかし、吉田は、満州権益はあくまで条約に基礎のある、合法のもの以外に広げるべきではないという意見であり、満州事件以後も、その点で一貫していた。中華民国の法典総領事時,時代には、東方会議へ参加。 声優会の対中強硬論者である森勤と連携し、いわゆる万毛分理論を支持1928年、田中義一内閣の下で森は外務政務次官、吉田は外務次官に就任する。ただし外交的には派遣国ふ様との関係を重視し、この頃第一次世界大戦の敗北から立ち直り、 急速に軍事力を強化していたドイツとの接近には常に警戒していたため、学府、牧野信明との関係とともに、数軸派からは新英米派とみなされた。統計を司る中央統計委員会委員を兼ねた。1936年は2.26事件から2ヶ月後に中イギリス大使となった。 大名を廃止した名優のこの絵踏み丸から広田への使者を任されて、広田内閣で組閣参謀となり、外務大臣、内閣初期官庁を予定したが、寺内俊一ら陸軍の反対でかなわなかった。中英大使としては、日英親善を目指すが、極東情勢の悪化の前に無力だった。また、傍教協定及び、日独位三国同盟にも、強硬に反対した。 1939年大名大使となり、外交の一戦からは退いた。太平洋戦争開戦前には、ジョセフ・グルーベ大使や東郷持長外相らと、頻繁に面会して、開戦阻止を目指すが実現せず、開戦後は、牧野信明、元首相このえら重心グループの連絡役として、和平工作に従事し、 ミッドウェー海戦敗北を和平の後期と見てこの絵と共に、スイスに赴いて和平へ導く計画を立てるが、その後も日本軍は、アメリカ本土空襲や、レンネル島沖海戦、オーストラリア空襲など勝利を重ね、イギリス軍やアメリカ軍は、敗走を重ねたたため成功しなかった。しかし1945年に入り、日本の敗色が濃くなると、この絵踏みまろに、 植えた春吉を引き合わせ、後のこの絵上層文につながる終戦策を検討。しかし所星として、吉田邸に潜入したスパイによって1945年2月のこの絵上層に協力したことが露見市憲兵隊に拘束される。ただし、同時に拘束された他の者のは雑居棒だったのに対し、吉田は独房で差し入れ自由という待遇であった。 40日余り後に不起訴、釈放となったが、この戦時中の東国が逆に戦後は、幸いし、反軍部の国省として、GHQ の信用を得ることになったと言われる。内閣総理大臣就任1945年、内閣総理大臣、締原基重郎ら締原内閣の閣僚らと、終戦後の1945年9月、東国宮内閣の外務大臣に就任。 11月、篠原内閣の外務大臣に就任。12月、貴族院議員に直選される。翌1946年5月、日本自由党総裁、鳩山一郎の公職追放に伴う公認総裁への就任を受諾。内閣総理大臣に就任した。大日本帝国憲法下の天皇祖閣大名による最後の首相であり、選挙を経ていない。 秘州議員議員の首相も吉田が最後である。また、父が公選議員であった、世襲政治家が首相になったのも吉田が初めてである。同年12月20日には、吉田の退陣を要求する在日朝鮮人によって、首相官邸を襲撃される。大倉大臣に、石橋炭山を任じて、傾斜生産や復興金融金庫によって、戦後経済復興を進めた。 1947年4月、日本国憲法の交付に伴う、第23回総選挙では、憲法第67条第1項において、国会議員であることが、首相の要件とされ、また貴族院が廃止されたため、ジップ、竹内綱及び実刑、竹内明太郎の選挙区であった、高知県全県区から立候補した。自身は、トップ当選したが、 与党の日本自由党は日本社会党に第一党を奪われた。社会党の西尾末広は第一党として与党に参加するが、社会党からは首相を出さず、吉田族党を起としていた。しかし吉田は首相は第一党から出すべきという牽制の情道を強調し、また社会党左派の要求を嫌い翌月総辞職した。こうして、初の社会党政権である、 片山内閣が成立したが長続きせず、続く、足田内閣も1948年、省殿義国によりが外した。この間、政策に不満を持ち民主党を離党した、篠原喜重郎や田中角栄らの民主クラブと、日本自由党が合併し、民主自由党が結成され、吉田が総裁に就任した。第2次、3次。 吉田内閣1951年9月8日、施政方針演説にてこの時、GHQ 民政局による山崎主犯工作事件が起こるも失敗。これを受けて、吉田は民主自由党単独で第二次内閣を組織した。その直後に、社会党などの野党は内閣不信任を提出、可決されたため、吉田は衆議院を解散した。 第24回衆議院議員総選挙で民主自由党が対象。戦後の日本政治史上を特筆すべき第3次吉田内閣を発足させた。1949年3月 GHQ 参謀第2部のチャールズ・ウィロビー少将に日本の共産主義者の破壊的かつ反逆的な行動を暴露し、彼らの極悪な戦略と戦術に関して、 国民を啓発することによって、共産主義の悪と戦う手段として、私は、長い間、米議会の会員非米活動委員会をモデルにした、非比、活動委員会を設置することが望ましいと、熟慮してきた。なる所感を送り、破壊活動防止法と、公安調査庁、内閣調査室が、1952年に、設置、施行されるきっかけを作る。 アメリカでは当時、赤狩り旋風が吹き荒れていた。サンフランシスコ平和条約サンフランシスコ平和条約、署名式にて、朝鮮戦争勃発により、内外で高まった、講和促進機運により、1951年9月8日、サンフランシスコ平和条約を締結。また同日、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約を結んだ。 国内では全面講和論の支持者も少なくなく、吉田は政治生命をかけて平和条約の調印に臨んだが、帰国後の内閣支持率は戦後最高の58%に上った。しかし、ここが吉田の頂点であった。側近のシラス、ジローなどが独立達成を花道とした退陣を進めるなど、退陣論もあったが、 吉田はなおも政権に意欲を見せ、続投した。しかし、党内に公職追放を説かれた鳩山一郎を総裁に復帰させる動きがあり、吉田は衆議院を解散したが、自由党の議席は過半数をわずかに上回るものだった。吉田は第四次吉田内閣を組織した。1953年2月。 吉田の国会で質問者に対し、バカ野郎と発言したことが問題となり、三木武吉ら、反吉田グループは吉田に対する懲罰事犯や、それに続く内閣不信任案を可決させ、吉田は衆議院解散で対抗した。選挙の結果、自由党は少数与党に転落、改新党との閣外協力で、第五次、吉田内閣を発足させて、延命を繋いだ。 吉田内閣は、鳩山グループとの抗争や度重なる汚職事件を経て、指示は下落していく。1954年1月から強制捜査が始まった、造船疑国では、犬飼県を通して、検事総長に佐藤栄作の収賄罪の逮捕を延期させた。これが戦後唯一の指揮権発動である。当然ながら、新聞等に多大なる批判を浴びせられた。 また、同年6月3日の警察庁を呼び、道府県警察を設置する警察法全面改正をめぐる混乱では、議長、堤康二郎に議員警察権を発動させて国会に警官隊を初めて投入した。同年7月1日には、保安庁と保安隊を防衛庁と自衛隊に改組させており、野党が、 自衛隊は軍隊であるとして、意見と追求した際は、吉田は、軍隊という定義にもよりますが、これに、いわゆる戦力がないことは明らかでありますと答弁した。自身の体験から来る極端な軍隊アレルギーが、放たせた、ともされている。同年12月、野党による、 不信任案の可決が確実となると、なおも解散で対抗しようとしたが、小形武虎らら側近にいさめられて断念し、12月7日に内閣総辞職、翌日に自由党総裁を辞任した。日本で5回にわたって内閣総理大臣に任命されたのは、吉田茂ただ一人である。内閣総理大臣在任期間は2616日。造船国では、 吉田自身が国会から承認喚問を複数回要求されたが公務多忙や病気を理由に出頭しなかった。国会から議員証言法違反で告発されるも吉田が首相を退いた後である1955年5月19日に検察は不起訴処分とした。1955年の自由民主党結成には当初参加せず 佐藤栄桜と共に無所属となるが、池田隼との仲介で1957年に入党した。1962年、工学館大学総長就任、翌1963年10月14日、直送選挙への不出馬を表明し政界を引退した。しかし、引退後も、大磯の辞典には、政治家が出入りし、大長老。 吉田元老などと呼ばれ、政界の実力者として、隠然たる、影響力を持っていた。1964年、日中貿易予防描きに伴う中華、人民共和国との関係促進や周広し、軽次元の処理に態度を硬下させた中華民国を、池田隼人首相の特使として訪問、紹介席と会談した。同年秋、生前序勲制度の復活により、 大君意気っ大受賞を受賞。同年には、マッカーサー元帥の葬儀に参列するため渡米した。1965年、米寿に当たり、天皇より鳩杖を賜る。その後も回顧録をはじめとした、諸術活動などを続け、死の前年である1966年には、ブリタニカ百科辞典1967年版の関東掲載用として、 ジャパンズデサイシブセンチュリーと題した論文の執筆を行った。1967年6月には日本を決定した100年を国内で出版したが、それから間もない8月末に心筋梗塞を発症した。この時は慌てて駆けつけた老いの竹見太郎の顔を見て、五輪中に間に合いましたねと冗談を言う余裕を見せたと言われる。 死去前日の10月19日に、富士山が見たいと、病床でつぶやき、三女の和子に椅子に座らせてもらい、1日中開かず、快晴の富士山を眺めていたが、これが記録に残る吉田の最後の言葉である。翌20日正午頃大大磯の自邸にて死去した。突然の死だったため、その場には、医師と看護婦3人しかやわせず、身内は一人もいなかった。 臨終の言葉もなかったが、機嫌の良い時の目元をそのまま閉じたような顔で穏やかに言ったという。去年九十、葬儀は東京カテドラルで行われた。10月31日には戦後初の国葬が日本武道館で行われ、館長や学校は、阪急、テレビ各局は特別追悼番組を放送して吉田を偲んだ。改名は秋田光陰殿。 鉄よめいとくそき大古事。遺骨は、青山霊園の一角において、娘婿の麻生高吉らと並んで葬られたが、2011年に、神奈川県横浜市の久保山墓地に改装された。その後、大磯急、吉田茂邸内の七剣道に人物神として、祀られている。1951年、サンフランシスコ公は会議へ向かう機場にて、 白ラス二郎と1952年から1954年頃、鳩山一郎と1946年4月10日、戦後初の総選挙が行われた結果、茂原内閣を支持する、旧民政党系の日本進歩党は前線したものの、伸び悩み、旧政友会系の日本自由党が比較第一党となった。内閣は、総辞職することになり、 しデ原は4月30日に散大して、自由党総裁の鳩山一郎を後継主犯に、創生、鳩山は直ちに組閣体制に入った。ところが5月4日になって、突然、GHQ から政府に、鳩山の公職追放指令が送付されると、状況は一変した。自由党は急遽後継の総裁選びに入ったが、候補に上ったのは、 元声優会の重鎮で鳩山と親しかった小島和夫と中米大使や中英大使を歴任して当時は宮内大臣として宮中にあった松平常夫だった。しかし鳩山が小島の元を訪ねると小島は高齢を理由ににべもなく養請を拒絶した。そこで鳩山は松平と親しかった外務大臣の吉田に松平説得を依頼した。 吉田は半年前にも締原に総理を引き受けるよう説得に赴いており、また1936年にも広田康紀の説得を行っている。外務省 OB の説得なら、吉田に任せればいいというのは、自然の成り行きだった。果たして吉田が松平に会うと、松平は色気を示したが、数日後その松平と直接会った鳩山は、 その足で吉田を外相皇帝に尋ね、あの、殿様じゃ党内が収まらない、君にやってもらいたいと持ちかけてきた。これには吉田も行転して、俺に務まるわけがないし、もっと反対が出るだろうと相手にしなかった。ところが、元政友会幹事長の松野鶴平が、この日の夜から、毎晩のように、吉田の元に押しかけて、後継総裁を受けるよう口説き、 ついにはその気にさせた。松野はその主練テクだから、松野ずるイらとあだなされていた。松野の行動は、鳩山の感知するところではなく、そのことを知った鳩山は、松野君は、外省皇帝の兵を乗り越えてまで、吉田君に会いに行くそうじゃないかと不快を隠さなかった。そもそも、鳩山と吉田は友人だったが、この頃から二人の関係は、 次第にぎくしゃくし始めることになる。蓋を開けてみると、吉田は松平に引けを取らないほどの殿様ぶりで、総裁を引き受けてもいいが、金づくりは、一切やらない閣僚の先行に、一切の口出しは無料をやめたくなったら、いつでもやめるという勝手な三条件を提示して、鳩山を憤慨させた。しかし総選挙からすでに1ヶ月以上が経っており、 この期に及んで、まだ党内でごたごたしていたら、GHQ がどう動くかわからなかった。吉田は三条権を書にしたためて、鳩山に手渡すと、君の追放が解けたらすぐにでも君に返すよと言って、総裁就任を受諾した。5月16日、締原の創生を受けて、吉田は宮中に三大、天皇から祖格の大名を廃した。吉田は、 公約通り自由党の幹部には何の連絡もせずに組閣本部を立ち上げ、党には一切相談することなくほぼ独力で閣僚を先行した。自由党総務会で吉田の独創に対する怒号が飛び交うのをよそに22日に再度散大して閣僚名簿を法定、ここに第一次吉田内閣が発足した。自由党入党、総裁就任後の吉田は 政党政治家の多い自由党内で自らの地方を築く必要があった。そこで官僚出身者を中心とした吉田学校と呼ばれる集団を形成した。1949年の第24回総選挙で当選した議員が吉田学校の主要メンバーとなり、広川広自然や大野万木らのベテラン政党政治家を組み合わせて党内を掌握し、 ワンマン体制を確立した。吉田学校の主な人物として、佐藤栄作、池田隼人、田中角栄がいる。彼らは戦後保守政権の中核を担うこととなり、保守本流を形成することになる。1951年9月8日、日米安全保障条約調印式にて、アメリカ合衆国国務長官、ジョン・フォスター・ダレスらと日本は、サンフランシスコ講和会議に、 吉田を主席全権とする全権団を派遣。講和条約にも、吉田を筆頭に、池田隼人、戸摩別吉蔵星島二郎、徳川宗義一万田直人の6人全員で署名した。講和条約調印後、一旦宿舎に帰った吉田は池田に、君はついてくるなと命じると、その足で、再び外出した。講和条約はともかく、次の条約に君は、 立ち会うことは許さないというのである。吉田の一番弟子を辞任し、吉田と同じ全権委員でもある池田は憤慨し、半ば強引に吉田のタクシーに体をありこませた。向かった先はゴールデンゲートブリッジを眼下に見下ろすプレシディオ商工クラブの一室。ここでも吉田は池田を室内には入れず、日米安全保障条約に一人で署名した。 条約調印の責任を一心に背負い、他の全権委員たちを安保条約反対派の攻撃から守るためだった。1954年11月5日、米国ウォルドルフ・アストリアにて、ダグラス・マッカーサーと吉田とマッカーサーは、マッカーサーがトルーマン大統領によって解任され日本を去るまで、親密であった。吉田は、戦争に負けて、外交に勝った歴史はあるとして、 マッカーサーに対しては、良き敗者として振る舞うことで、個人的な信頼関係を構築することを務めた。その一方、マッカーサーから吉田に届いた、最初の書簡を、冒頭の決まり文句、ディアンを、親愛なるに直訳させ、親愛なる、吉田総理で始まる文面を公表して、マッカーサーとの親密ぶりを国民にアピールしようと、したが、 それを知ったマッカーサーは次の書簡から、ディアを削ってしまったという話もある。吉田のユーモアはマッカーサーに対しても発揮されている。戦後の物資不足の折、葉巻を愛好する吉田に対し、フィリピンにタバコ畑を所有していたマッカーサーから、葉巻を送りたいと言われたが、私は、バナさんしかたしなみませんので閉じたいしたという。また、吉田はマッカーサーに、 450万トンの食料を緊急輸入しないと国民が餓死してしまうと訴えたが、アメリカからは結局その6分の1以下の70万トンしか輸入できなかった。しかし、それでも餓死者は出なかった。マッカーサーが、私は70万トンしか出さなかったが、餓死者は出なかったではないか。日本の統計は、いい加減で困ると難癖をつけた。それに対して、吉田は、 当然でしょう。もし日本の統計が正確だったら無茶な戦争など、いたしません。また統計通りだったら、日本の勝ち戦だったはずですと切り返した。これにはマッカーサーも大笑いだったという。復興を成し遂げた日本を見てもらいたいと考えた、吉田は、1964年東京オリンピックに、マッカーサーを招待しようとしたが、 マッカーサーはすでに老衰で動ける状態にはなく、オリンピックの半年前に死去した。吉田はその国葬に参列した。なお、東方会議をリードしチアニー時報に死刑条項を設けたため、公職追放の対象になりかけたがマッカーサーへの様々な働きかけを通じて免れたと言われている。サンフランシスコ講和会議直前。 ソ連や中国共産党の政府を除く国々との単独講話を進める吉田政権に対し、東京大学総長、南原茂がこれらの政府を含めた全面講話を主張した。これに激怒した吉田は1950年5月3日、これは国際問題を知らぬ、極楽亜生のと、学者の空論に過ぎないと発言、学者不税に、 何がわかるとばかり、南原の意見を批判した。5月6日、南原は学問への権力的弾圧と反論した。同会議の受諾演説の際、吉田は横書きの原稿ではなく、あえて巻物に書いた文章を読んで演説を行ったが、当時の現地メディアから巨大なトイレットペーパー状のものを読み上げたと書かれた。この巻物式の原稿は、 必ずしも読みやすいものではなかったようで、当の吉田も後に回顧録で、結局最後までいやいや我慢しながら読み続けたと、記している。上記の極学亜生のと発言と同様、全面講話を主張する日本社会党に対し、吉田は、社会党の言う全面講話は、空念的、危険思想である。エデンのそのを荒らす者は、天罰的面と発言。 こちらも大いに物議を醸した。1952年に京都での演説会に参加した際、カメラマンのしつこい写真撮影に激怒し、カメラマンにコップの水を浴びせ、人間の尊厳を知らないかと大見えを切り、会場の拍手を浴びたのは有名である。このエピソードの背景には、ある事情がある。吉田は、妻の幸子を1941年に亡くしていた。 まもなく、愛人の芸者で、下流流の名取でもあった、少林を、大磯の自邸に招き入れて、同居を始めている。ただし、学府、牧野信明の手前もあり、世間体をはばかってこのことは極秘にしていたが、10日と、経たないうちに、新聞記者に嗅ぎつかれて、書き根越しにスクープ写真を撮られた。吉田はこの時の地獄を、後々まで根に持って、 カメラマンには悪感情を持っていたのである。ただし、少林との関係が公表されてしまったおかげで、世間体を気にする必要もなくなり、1944年には、晴れて彼女と再婚している。後に、皇太子、秋人新郎から、皇太子妃に関して記者に追いかけられて困っているとの話があった際、吉田は、そういう記者には水をぶっかけておやりなさいと返答した。 それに対して皇太子は、吉田さんのようにはいかないと応じて苦笑したという。日米修好通商100年祭に、日本の代表として訪米し、外国人記者団に質問されたとき、元気な様子を褒められると、元気そうなのは、外見だけです。頭と根性は、生まれつき良くないし、口はうまいもの以外受け付けず、耳の方は、都合の悪いことは、一切聞こえませんと応じた。 特別の健康法とか、不老長寿の薬でも、という質問には、はい、強いてあげれば、人を食っておりますと済ました顔で即答した。吉田は米寿を過ぎても、まだ格々としていたが、ある日大磯を訪れた、ある財界人がそんな吉田に感心して、それにしても先生はご長寿でいらっしゃいますな。何か健康の秘訣でもあるのですかと尋ねると、それはあるよ。 大体君たちとは食い物が違うと吉田は答えた。そういった食べ物があるのならぜひ聞きたいと財界人が身を乗り出すと、それは君、人を食っているのさ、と吉田はカラカラと笑った。これが吉田がこの世に残した最後のジョークとなった。寺内正武が首相に就任する際、寺内の朝鮮総督時代にその秘書官であった。吉田は直接寺内から 首相秘書官就任を要請された。しかし吉田は、秘書官は務まりませんが、総理なら務まりますと返答した。また、ある日会いたくなかった客人に対してイルスを使った、吉田であったが、その客人にイルスがバレた。抗議をする客人に対し、吉田は、本人がいないと言っているのだから、それ以上確かなことはないだろうと言い訳した。 1964年11月の宮中園遊会では昭和天皇が大磯は暖かいだろうねと吉田に呼びかけた。吉田ははい、大磯は暖かいのですが私の懐は寒うございますと答えてその場を笑わせている。憲法改正を急ぐ吉田に疑問を呈する議員たちに対して日本としてはなるべく早く主権を回復して 占領軍に引き上げてもらいたい。彼らのことを GHQ と言うが、実は、ゴーホームクイックリーの略語だというものもあるくらいだと、皮肉を込めた答えを返した。バカ野郎解散における、広川博前農林大臣らの裏切りについては、坊主は三代たたると皮肉を言った。妻の幸子がカトリックだったこともあり、吉田家は、長男の健一を除いて皆信者で、 吉田もカトリックには好意を持っていた。1964年に建設された東京カテドラル聖マリア大聖堂の講演会の会長も引き受けている。ただし、学府の牧野信明のアドバイスもあって、極右による標的となることを避けるため、吉田自身は生涯洗礼を受けなかった。それでも東京大司教官司教だった浜尾文夫に元気な時はともあれ、 死にそうになったら、洗礼を受けて、天国泥棒をやってやろうと語っていたこともあって、浜尾は、吉田の死後、直ちに洗礼を授け、ヨゼフトマスモアとして天国に送っている。同時代の内務官僚であった、同姓同盟の吉田茂と間違えられることが多く、両者ともこれには並行したらしい。詳細は、吉田茂を参照のこと。 ノーベル平和賞に3回推薦されている。ノルウェーノーベル委員会が主偽義務期間を過ぎ開示した選考資料によれば、1965年、1966年、1967年の候補になっていたことが明らかになっている。特に1965年には、当時の首相、佐藤栄作や外相、椎名悦三郎、また、 日本政府の働きかけによって、元米国務長官ディーン・アチソン、元西ドイツ首相、コンラート・アデナウアーからの推薦を得て、吉田を平和賞候補にする推薦状が作られ、最終審査対象リストにも残っている。1965年と1966年の推薦状作成の過程については、外交資料館の推薦資料を調査した。 吉武信彦の論文が詳しい。新潮社東京白川書院中央公論社1955年2月9日、旧霞園にて、麻生高吉と、岸秀介、佐藤一郎、岸信介、もよ、佐藤栄作。佐藤信彦さは、吉田博竹内綱、吉田健造イコールイコール、吉田茂桜子、吉田健一、 牧野信明、幸子、吉田正夫、孝子、清子、阿蘇太郎、阿蘇康麻生阿蘇高吉ゆき子、丹後、信子、秋子女王、寛忍親王、陽子女王。本文中、表中にリンクのあるものを除く。ありがとうございます。